お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちらゴレヒーラーやっていきたいと思います。というわけで、なんかね、ゴレヒーラーを使ってる方がいたんですよね。で、その方はね、これか、こっちのファイボーダグレ型みたいなゴレヒーラー使ってて、なんかおもろそうだなと思って、ちょっとパクったんですけど、なんかこのファイボーダグレ型だとちょっと使いにくそうだなと思ったので、僕が勝手にね、いじりました。はい、勝手に変えました。で、今日はこっちでやっていこうと思うんですけど、まあこれ、ゴルナイの枠持ってなかったら、ぶっちゃけダクプリでいいかなとも思いますし、なんならダクプリとか、まああとはね、エリババにしたりとか、本当に自由。ゴレの声ってぶっちゃけ何でもいいんですよ。もうゴレが完成されてるので、ゴレいるだけでもね、強いんで、はい、もう中身何でもいいので、まあ適当に使いやすいようにいじって、ぜひね、やってみてください。で、まあ、ロイホグ系はちょっときついので、普通にダクプリにしたいんですけど、まあ、ゴルナイいた方がね、おもろいかなと思って、今日はこれでやっていきたいと思います。さあ、というわけで、やっていくんですけど、まあ、ヒーラーゴレは、まあ、稀にあるんですよ、普通に。よくある戦術の一つあるんですけど、まあ、ここ最近は見られなかったよねっていう、まあ、1、2年ぐらい前はね、すげえもう、なんか当たり前に使われてたデッキではあるんだけど、まあ最近ちょっとなかったんでね、まあ久しぶりだなというわけでやっていきます。で、僕はね、ヒーラーゴレね、結構使うんですよ、意外と。知らない方も多いと思うんですけど、まあというのもマルチとかだとね、あんま使わないかもしれないんですが、最近の大会はね、デュエルルールっていうね、ルール採用してて、まあそれはね、BO3 の間に、同じカードは使えませんよっていう、なんで最初にね、ロイホグとか、スクラとか使ったら、その後はね、そのカード使えないんですよ。なので、まあゴレとかをね、使わないといけない状況にもたまになるんですよね。そう、ゴレが刺さるとか。でもそういった場面で、まあゴレヒーラーとかね、意外と使ってたので、意外と好きではあるよね。さあ、これ走らせて、突進、あー、うまい、スケが来ちゃった。あれいや、でかっ。さあ、なぜか知らないけど、キング起動されませんでしたね。今の相手のスケは絶対キング起動狙ってたと思うんですけど、さあ、謎にされなかった。これちょっと鬼の許容からのカウンターで、ええ感じね。このヒーラー、ムートが強いよなとか思ってたんですけど、さあ、両方行かれました。でも今ね、相手が攻め5まで打ってて、相手の方が絶対コスト使ってるんですよ。で、まあ、キング起動もできてるんで、ここゴール展開行って、ロイフが来たらタルババだけで強します。というのも、ここ金起動できてるんで、はい。これでね、全然止まります。で、許容して、あとはね、ゴレの後ろにいっぱいつけてあげれば、GG じゃないでしょうか。で、相手は、なんだ、なんか、相手だけちょっとわかんないね。ロイホグなんだけど、ムーとリノ、で、コウモリもいたよね。で、スケの、なんかね、最近のちょっと、流行りのというか、有名な感じのね。で、コウモリが多分ね、相手、あ、これ、ダッシュします。で、緊急度します。あれ全然走らんな。なんか、この、走るのか走んないのかがさ、ちょっとわかんないよね。ゴルナイな、そこがな、なんか、走ったら強いんだけど、走んなかった時に、全然になっちゃうから、ちょっとむずいね。で、ここはちょっとね、トルネも使って耐えていきたい。よしよしよし。さあ、1400まで来たら、まあ、こっちのもんですよ、というわけで、今回ちょっとね、ヒーラー、そんな輝く場面はなかったんだけど、よいしょ。結局、このライドラ、ビビドラっていうのは、スペルで死ににくいユニットなんですよ。まあ、ロケットとかね、まあ、ライドラはね、ライトニングでいかれちゃうこともあるんですけど、まあ、ファイボーだろうが、ポイズンだろうが、基本的には耐えるので、まあ、そこのミリノコになっても、ヒーラーがね、回復してくれて、大暴れしますよっていう構成なので、まあ、そこをね、ちょっと組み合わせられると、まあ、めちゃくちゃ強いかなっていう。最悪ゴレ出さなくても、戦えるようなね、はい、デッキにはなってます。さあ、まあ、ゴーレムね、ここ最近、下放されて、ダクネが下放されて、僕はもうめちゃくちゃね、すごい幸せで、アンチなんでね、僕、ゴレアンチなんでね、ゴレダクネアンチなんでね、はい、すごい幸せなんですけども、まあでも、ゴレ、全く使われてないかって言われると、まあ、そうでもないんですけど、まあ、あんま強くはないか。で、まあでも、そんなゴレですけどね、まあ、一つだけこう、いい部分もあって、やっぱ中身何でもいいんですよね、ぶっちゃけ光栄。そう、数枚どころかもうゴリゴリ中身いじっても戦えるので、まあそこちょっと強い部分だなと思ってます。なんでこう自分だけのね、ゴールデッキとか、使いやすいようにね、俺は
メガゴがやっぱ欲しいとか、トリトン入れたゴレにしたいなとか、それこそ防衛苦手だったらね、スケルトン部隊入れちゃったりとか、本当に何でも中身いじれますので、まあ、ゴレのいい部分っていうのは、そういったとこかなと。さあ、で、ゴレナイ走ったら、この防衛がね、ちょっと強いぞ、こいつ。さあ、ドゥンディディーンで感電も混ぜてあげて、このタルーがトレンデンでもよかったかな。さあ、言うて一発に抑えられると。で、ゴレナイダッシュね、もう一回使えちゃう。さあ、これもね、いいです。はい、走るんかい。いや、これ、でか。これだって、相手さ、この檻の位置さ、わざわざ一個高めにしてるんだよ。これ高めにしてて今飛ぶ理由がわからないよね。なんか、今の一個低い位置に置いてても、ゴルナイが飛ぶときと飛ばないときがあるんですよ。で、そこの違いは、いやー、なんか絶対的って言えるのがちょっとないんでわかんないんですけど、ゴルナイが橋渡る位置が隅っこなのか真ん中とかなのか、まあ、そういったことなのかもしれないし、ちょっとわかんないんですね。そう、ゴルナイね、いや、同じ距離だろっていうのに、走るときと走んないときがあると思うんですよ。それがな、ちょっと、統一性がないのは良くないよな。と思いながら、まあ、なんかあんのかもしれない。俺らが気づいてないだけで。まあ、なんかあんのかもしれないけど、わからんよな。で、トリトンがね、来そう。いや、行きませんでしたね。さあ、で、トルネで下げながらダメージ抑えていきたいね。まあ、トルネも強いよな、これ。よいしょ。さあ、まあ、2発入ってしまうものの、言うて2発。これ、ライダル残ったらあっち。あっち。さあ、いや、これ、ムートもね、ジミュートです。で、ここね、ヒーラーで、よいしょ、回復させてあげます。いや、これ、ちょっとせこいやつね。まあ、ヒーラーも、最近そんな見ないけどね、エリゴレも、たまにぐらいしか使ってる人いないんで、まあ、そんな別に流行ってるカードってわけではないんですけど。さあ、これね、ドラドラで、もう一生ね、守ります。このドラドラやっぱ残るんでね、よいしょ。で、このユニットのね、カウンター。まあ、ファイボヤナームで解けるんですけど、まあ、それはしゃあなしと。さあ、ゴルナイ走りながらね、ヒーラーで回復させてあげながら、オーケー。まあ、そんだけで本当に、とりあえず攻撃が強いので、ゴルの後ろ、とりあえずつけとけばなんとかなるんでね、しっかり守ってっていう感じかな。なんか、ライトニングとか欲しい人もいると思うんですけど、僕はいらない派ですね。まあ、ヒーラーとかライドルとか入れるなら、そんなスプレーがちょっとね、入れるスペースがね、重くなっちゃうんで。はい。というわけで、タルだけにしてますね。トルネタル。さあ、よろしく。なんで、まあ、ぶっちぎり光栄とかほんと何でも成り立つと思いますね。で、代わりは一応ランバーとかね。さっきも言ったけど、ダークプリとか、まあ、エリババとかかなと。で、ほんと昔はね、アーチャーとか、ギャングとかもね、ゴレに入ってきたりしてた時もあったので、ほんとにまあ、何でもとりあえず合うんだよねっていうのがゴレですね。さあ、めっちゃ小物系ですね。これ、ラバルのガゴガゴスケブ系の可能性はね、高いね。デスプレが嫌なのだけ。となると、まあ、一応、ライドラベビーがすごい刺さりそう。でも、ライドラベビーしかないので、まあ、しっかりこの、ああ、もう全然違った。ライドラベビーをね、ちょっと回復、ヒーラーで回復させてあげたいっていうのあるよね。さあ、ゴルナイ？いや、ライドラの風一回してほしかったな。これちょっと早めに出して、ベビーでスパーキー殴りたい。オーケー。熱い。まあ、これで溶かして、あとガゴいたからガゴ群れいそうだな。これガゴ群れからの8枚ジャイとか来たらやばいな。さあ、来そうだな。で、これはね、一回下げるとガゴ群れが先行して、こんな感じになって、ガゴ群れ溶かしながらの、ジャイをね、送らせてこれます。これは、まあ、知っといてそうはないかなと思います。ジャイガゴとか、ジャイガゴムレとか、まあ、ゴブジャイガゴ、ゴブジャイガゴムレ。まあ、縦プラスのガゴキャラで今みたいな防衛方法できますので、知っといてそうはないかなと思うので、ぜひね。はい、そういうタイミングがあればやってみてください。さあ、というわけで、ちょっとね、無言の間があったかもしれないんですけど、マジで冬が悪いのか、俺の鼻が悪いのかちょっとわかんないんですけど、ちょっと花粉症でね、はい、もう、鼻がやばいっすね。鼻水が動画撮ってると、もうえぐたれてくるんですよ。で、もうね、やばくすぎてね、カットしました。はい。というわけで、まあ、とりあえず今回はスパーちゃんというわけで、しっかりもう後ろから、ライドラとかで貯めていけば相手は苦しいよねっていうことです。さあ、外野もできます。
もうこっから攻めなくていいですね。まあ、このゴレラの強みはユニットやっぱ多いので、守って外もでね、できます。で、こういった状況で逆サイミニペとか、やっぱ怖いんでね。そこだけちょっと気をつけながら。で、まあ、ガーゴムで来る、さ、早めにね、ちょっとトルネードで溶かしながらね。ライダーで残った方が熱かったんですけど、まあ、残らなくても、しゃなしでしょう。で、これどっからどう見てもやばいですよね。どっから見てもやばくて、多分守れないんですけど、守れるな、これ。フィーラーの、フィジカルと、さ、ライドラの感電で、さあ、耐えていく。まあ、今、折られたとしても、まあ、多分、戦力まで行ってますし、大丈夫かなと思います。さあ、来た、よろしくね。というわけで、とりあえず、ゴレとかあっても、まあ、このゴレは、本当にね、デッキによると思うんだけどな。ダクでないゴレはね、初手ゴレ、ガチザコだと思うんですよ。結局ゴレの後ろのダクネが、序盤は暴れる感じなので、まあ、このデッキは後半になって形作ったら強い、守れるデッキなのでしっかりね、ゴレあっても我慢してください。初手ゴレしてる人はもうねダクネ入れてください。はい、というわけで、まあ、暇なので、まあ、ゴレ台くらい出すか。まあ出さなくてもいいんだけど暇なんでね。さあ出します。相手のユニット次第では走ってもいいかなっていう。さあ滝これはさすがにゴールデンダッシュで届かないと思うんだよね。さすがにこれでタワーまで走っていったらぶっ壊れなんで、さあまあここは一回我慢しようか。で折りビビか。いや今のね相手のマッチョを延命するのちょっとうまいスケですよね。暇なんでトルネで回して、オリベビか。スケラーで一応こういうデッキがあるっすね。ポイズンタルのバルキリーっていうデッキはあるので、まあ、ポイタルちょっと厄介かなとか思いながら、ああ、多分そのデッキですね。まあ、ここはクロック使ってくると。さあ、透明か。いやー、これはいいタルですね。相手もちょっとうまいね。この、端前での攻防がちょっと慣れてますね。まあ、スケラーだと思うので、スケラーに対しては、まあ、ベビドラとタルババだったり、あとヒーラーであったり、まあ、ライドラであったりと、まあ、一応なんか、スケラーに対しての受けはちょっと多い気もするので、あ、これ相手、一発でげー、二発か。でかいね。まあ、ちょっと、まあ、耐えながら、はい、カウンター狙っていきたいね。ゴール出したら逆サイユニットプラススケラー来ると思うので、さあ、とりあえずユニットから行きましょう。で、ユニットからの端前ゴールでもいいかなと思うので、よいしょ。さあ、これはもう美味しい。だってヒーラーで全回復しながら、ライドラもね、これ範囲、3体ね、感電。これスケラの剣強いんでね。これ、端前これいけると激アツですね。まあでも相手、棒ポイと、あ、着衣とかしがあんのかな。さあ、でもヒーラーがね、ユニット殴れれば熱いんだけど。で、あと今回相手が、おい、これ熱い。やってる。まあ、エリゴレロンなんでね、この時も。こうなってしまえば、もうゴレなのか、エリゴレなのかわかんないっていうね。さあ、で、あれはトルネで引っこ抜きたいな。まあでも、クローク終わってぐらいでいいか。さあ、終わってぐらいで引っこ抜いて、ヒーラーで回復してあげながら、さあ、ぶっぱしてあげてね。オーケー、ヒーラーがね、回復、バルキリーおいで。さあ、回復してあげて、これもね、相手終わったっすよね。はい、諦めの、スニットをね、何も出してきませんっていう、まあ、タルババースキラがね、まあ、あれはやってましたね。あれがマジライドラヒーラーのね、はい、S サイになるので、まあ、しっかりカウンターでと。というわけで、おじじでございます。はい、ということで、今日はね、ゴレヒーラーやったんですけど、ほんと中身、何にしても多分使えると思うので、ぜひ皆さんもね、今の環境、ダクで死んでてね、どんなゴレがいいのかとか分かんない方もいると思うんですけど、はい、ぜひね、ヒーラー方も試してみてください。よければチャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。